さあご挨拶から本日進行いたします、百川亮蘭と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、どうも、カズマ役の福島純です。よろしくお願いします。お久しぶりです。めぐみん役の高橋理恵です。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶり。さあここで音声が届きました。ということは福島さんが現地に到着したみたいでございますが、福島さん聞こえますでしょうか。はい、どうも。声でかっ。おすげえ、俺の声がここに返ってきてる。はい、どうも、福島です。なんかリュック背負ってる。まずはね、はい、リゼロから始める異世界生活コーナーに来ても、異世界ゼロと、はい、生活コーナーに来ております。わあ、小林くんこんなところで寝てたら危ないよ。ちょ、お触り禁止なんで、ちょっと触らないでいただけますか。中の人だな。これ小林くんだもん。スバルくんです。夏木家のスバルくんです。返事しろよ。ちょお触りは NG です、はい、ね、あの触っちゃダメですけど、あの人形コーナーになってます。まあ今回あれすごい反面教師だな。特番用なんで、はい、これこ、プチ情報言っといた方がいいの。なになに、あるんですか。目にお互いが映ってるそうですよ、これ。それはそういうね、なんかすごいこだわりまで。これってアニメと同じ演出だったりするんですけど、はい、目の中ってやっぱりフィギュアというか、うんうん、像の中にそれを再現するってどういうことってことなんで。確かに、うん、これは愛を感じますね。はい、ぜひ皆さんも現地足を運んでみていただきたいですね。これ、はい、これね、フリューゲルの大樹向かいの丘コーナーでした。はい、丘でした、はい、素晴らしい。次行くよ、次見して見して。なんとね、こちらにね、文字が書いてある。意味深だね。意味深ですね。いや、意味なんかそれしかないですけど。好きだよ、エミリア。あ、なんか気分がいいですね。なんか好きだよ。完全に自分のセリフのように。好きだよ、エミリアタン。もう楽しんでますね、皆さん。あ、続きまして、ここは、はい。ね、こちらの部屋がね、白芸コーナーかな。はい、魔獣白芸が、場面写と映像演出で再現されてます。すごい、白芸ってね、霧なんでね、白いんでしょうね。そっかそっか、なるほど。こちらにね、でっかい上にもね、映像が出ててね、めっちゃ怖いな、これ白芸の目玉ですよ、それ、ね、白さん見られてますよ。ね、ほぼ等身大だよ、これ多分ね。でかいですね。はい、こういうのね、楽しんでほしいですね。この側面にもね、なんか映像が流れてるそうなのでね、はい、目玉の脇っちょから見えるんですよね、はい、そう実際にね、見て確かめてください。はい、皆さんすごい迫力です。すごい空間それ、はい、まだ続きそうですね。続いていきましょう。お願いします。はい、進みますよ。はい、その奥にはですね、キッチンがなんと再現されています。これすごい、本当に似てるというか、本当にそのまま。あ、そのまんま、本当。ラムとレムの、スタンディーパネルもございます。かわいい。テーブル、調理器具、野菜、レプリカなどがリアルに展示されておりますね。うん、はい、で、こっちか、あ、こっちか、こっちなんですか。いろいろ見るもありますね、こちら。はい、でいっぱいありますからね。あ、廊下だ、廊下だ。で、こちら廊下になってて、ロズワール邸の廊下になってて、これはあれかな、ロズワール邸が、ロズワール邸がありまして、なんとここに扉がございます。扉を開けると、ドドドドドドビーバターン。レアコーがこっち向いて待ってるの。はい、金ショコとなっております。かわいい。はい、ね、ここでね、みんなでね、ビアトリスト、お茶でも飲むといいわよ。え、なんすか今の。みっこさんに謝れ。なんすか、福島さん、今一瞬音声乱れました。え、なになに。あ、音声がこちら、ね、続けてください。乱れましてね、大丈夫です。あ、ほんとなの。そうなの、そうなの。はい、で、こちらなんと、特番でもありましたけれども、はい、オリジナル仕立てのラムとレムのメイド服が展示されております。ここフォトスポットになっておりますね。いいですね。写真撮っていいんだ。あ、別にフォトスポットここだけじゃなくて、どこでも撮っていいみたいよ。あ、そうなんですね。うん、どこもフォトスポットになっておりますね。思い出作り放題、はい、で早速なんですけれども、はい、ん、それではここでクエスチョンです。世界観変わったぞ。あれ、こちらのメイド服はアニメの設定をベースに、よりデザイン性を重視したオリジナル仕立てとなっています。そうか、懐かしい構造。それはさておき、はい、私、福島純が、あなた、このメイド服を着た雰囲気で写真を撮るなら、どんなポーズを撮るでしょう。リエリー、ポーズ付きで考えてね。とてつもない、とんでもない問題が来ましたね。とんでもないし、SE
とか頑張りすぎでしょみたいな。ハンターってそういうことかとね、なんかちょっとハンターだったのですね、さあこちらメイド服の前で撮るポーズ、確かに今、はい、メイド服はこういう感じにあって、ええ、まあ、顔は入れられるはずだから、はい、ジュンさんきっと顔で何か一芸やると思うんです。おー、なるほど、だいぶ観察しますね、高橋さん。顔で、うん、あら、かわいい。じゃあこちらが、うん、じゃあカメラ向かってもう一度いいですか。もう一回やんの、はい、いや、せっかくなんで、はい、高橋さんの回答はこちらです。はい、うん、はい、ありがとうございます。じゃあこちらが果たして正解なのかどうか、福島さん教えてください。片足？いやいや、ちょっとねえ、その小道具なかったじゃん。課長風月、課長風月。信じらんない嘘。わ、これは、さあ皆さん、当たってましたか、当たりましたか。私福島がやったポーズはアクアの花鳥風月でした。そうよね、このスバチャンネルですもんね。どうでした、どうでした、私が間違ってました、あー、もう いっぱい視聴者の方からツッコミ来てますよ。わかるかーって、わかるかい。そうだよ、みんなもっとツッコんでやれ。はい、高橋さん不正解でございます。はい、すいませんでした。残念ながらね、不正解でございます。あんま残念って気がしないんだよな。はい、まあ、福島さんいろいろと巡ってくださっておりますけれども、はい、他にもですね、まあ、聖域という場所があったりとか。そうですね、セカンドシーズンの主な舞台となっておりますね。こちらもね、もうすごい仕掛けがあるそうなので、はい、ぜひこちら皆さんの目で確かめていただければ幸いでございます。秘蔵の高級シュワシュワ一緒に飲んじゃいましょう。カズマさん、助けに来るのが遅いわよ。本当に大変だったんだから。名前や外見のイメージで私が何を司る女神かわかるでしょ。アークプリエストである私がいるんだもの。回復は任せなさい。